どうも、ねずっちです。箱根駅伝、青山学院大、ほんとすごかったですね。大会記録を大幅に更新する圧勝、2位に約11分の差をつけての優勝、総合優勝ね。いやー、ほんとにすごいなと思いますね。言ってみれば、蒸し器に火をかけるようなもんだね。うん、どういうことかって、天下無双っていうね。もっと言うなら、夜勤の人みたいなね。そう、昼いないっていうね。まあしかし今回の優勝というのはね、一言で例えたらあれですね、あのブルーのシューズが欲しかったっていうのと一緒だね。うん、どういうことかって、青が靴良かったってね。ねずっちです。これ文字にすればわかると思う。また。